どうも皆さんこんにちは、ムハクです。今回やっていくゲームはシリアスサム・ザ・ファースト・エンカウンターですね。2001年に発売された作品ですね。シリアスサムシリーズの第一作かな。古代エジプトがゲームの舞台となっている作品ですね。いや懐かしいですね。もう先に言ってしまいますと、このシリーズクリアしてしまっております。なんですけども、これはですねシリアスサム HD ということでリメイク版になっております。細かな変更点があるのと、グラフィックが大幅にパワーアップしているということなので、まあ、懐かしさとね、まあ、グラフィックの美しさを楽しんでいきたいと思います。やるぜ。シングルプレイ、はいはい。まあ、ちょっとテストプレイでやってたんですけど、あまりにも懐かしすぎてちょっと進みすぎちゃいましたね。ノーマルでやっていきます。英語だから何にもわかんないんですよね。ほう、すげえ綺麗じゃん。来ましたねエジプト。さあここで奴が召喚されるわけですよ。さあ始まりました。綺麗だな。当時はもうフル HD じゃなかったですからね。ああこのリボルバーの打つ感じも微妙に変わってるかな。やってきましたね敵が。首のない敵が。よいしょ。おお、まあまあちょっとちらっと見ちゃいましたけど、この裏にですねロケットランチャーがあります。まあこの武器はもっと先で手に入る武器なんですけども、まあなぜかこの裏にあるという。でこの下に降りると、リボルバーがもう一丁あります。おっとその前に敵を。痛い、あ、だったなかった。これですね、
まあ、これはもうちょっとすぐ中に入ったらあるんですけどね。あとは反対側は確かロケットの弾だったかな。あとはあそこに微妙になんか黒い点があると思うんですけど、あれもどうなんだろうな。リメイク版ではまた変わってるのかな。確かあそこに回復か何かがあったはずなんですよね。まあちょっと行かないんですけど、ここ開いたっけ？これちょっとトラウマ、まあ、当時ちょっとトラウマでしたね、これは。この扉を開けたとき。反対側は確か開くはず。で、H ボタンで三人称視点になると。素晴らしい。ちょっとね、この先にとてつもない人がいるので、ちょっと、そういうの苦手な方は、ちょっとここで一旦 何秒かちょっと飛ばしてから見てくださいね。はい、どうも、こんにちは。これは絶対にトラウマになるな。てか、なったからね。めっちゃハローハロー挨拶してますけど、まあ、お前たちは用はないんだよ。この奥にある弾が俺には欲しい。まあ、これなんだろうね。もう完全に脳みそむき出しだけど。なんか解放してあげると勝手にどっか走っていきます。まああれは無視していきます。いやー、それにしてもすごい綺麗になってますね。この先が楽しみだね。それじゃあ通常通り先に進んでゆく。いますね。まだいる。んで、この先に、はい、出てくると。名前が分かんないけど、懐かしいな。もうすげえ綺麗になってるからね、グラフィックが。はあ、これはちょっとド迫力な展開が。まだね、このエジプトの中はあんまり敵はいないんですけど、この先エジプト、まあ、外に出るところとかがあるんですよ。てか、ネタバレか、これは。 あんまりネタバレしない方がいいかな。まあまあ、知ってる方はいる、おお、敵だ。まあ、いると思うんですけども、まあ、大量の敵を強力な重火器で一掃するというね、もう爽快感あるゲームなので。よいしょ、ショットガンゲージ。さあ、走ってきた。いってえよ。後ろからも湧いてきてる。ほい。ほい。あらら。もう必要なのはエイム力のみですからね。よいしょ。あれ、ショットガンの弾もうなくなったの。やばい、骨骨、骨骨マンが。ホラーマンが。名前がわかんないな。ショットガン10発だけか。とりあえず、まあ、キャプチャー1かな。はクリアですな。さあ、次だ。このエジプトの、この辺の中はあんまり好きじゃないんですよね。もっと敵を一掃できる。お、やってきましたね。シリアサムのマスコットキャラといっても過言ではない。神風。よいしょ。首のない男が爆弾抱えて突っ込んでくるというね、もう明らかに神風っていう感じで。怖い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 。 これも当時はトラウマだったな。こいつが目の前に湧いてきた日にはもう鳥肌もんですよ。まだいるね。よいしょ。ほい。まずは1匹、2匹、骨骨マン。おお、どこ行った？骨骨。おった。あと一発。いて。終わり。赤いやつ、ダブルキル。終わりです。あ、回るね。拾っとこう。よいしょ。次はこの中ですなあ。まあ、よいしょ。ほいで、こっち側は、
霧が濃い。パカランパカラン聞こえますね。ほい、避ける。一匹。はい、二匹。ほい。ほい。あれ、もう終わりか。ってことはこっちだね。進めないけど。彼の声が吹き飛ばす。まあ神風もリボルバー2発撃ち込んであげれば爆発しますからね。うおっ、うおっ、マジで、え、こんなのあったっけ。マジで、あれどうだ、え、あったっけ。いや、あったような気がするな。またこっからか。あんなトラップあった。うん、まあもうまあ昔ですからな、もう完全に忘れておりましたな。まあああいうトラップがありますからね、ちょっと注意しないと。うかつに近づくとああなってしまうというわけですよ。岩に潰されぺっちゃんこになるというわけですな。ほい、お前で終わりだ。んでこの先にもまだいる。 OK。んで、よいしょ。はい、終わりです。ワン、ツー、フィニッシュ。アーマーはもういいか、取りに行くのめんどくさい。次はミスらない。こっちも大したアイテムなかったし、このまままっすぐ行っちゃおう。走ってくるところ打ちのめす。おっと、おお、よかった。さあ開け。こっから注意。あ、上にスタンバってんじゃん。おお。もう完全にもうインディー的なメロディーでしたけど、大丈夫か。はあ、歴史ですな、エジプト。もう全く知識ないですけどね。おお、懐かしいね、ゲコちゃん。体当たりして自分も潰れるという。よいしょ、緑色の血を。はい、逃げる。ほい、ショットガン、あとはお前だけか。ほい、オッケー。まだ来るか。こっちにはロケットがあるんだぜ。ほい、行って。もうロケットはもう自爆するイメージしかないからな。ほいほい、おっと危ない。ほい、あと一撃。さよなら。まだいるね。あの緑色のやつは爆弾投げてきますからね。おお、びっくりした。後ろにも湧いてる。ほい、終わりです。オッケー。もう結構目の前で湧いてくるっていうね、ビビらせる要素があるから、心臓が弱い方はちょっとこのゲームはあまりおすすめいたしませんね。おお、なんだ。自分で飛んだだけか。さあ回復も一応マックスだから、よっけよっけ。玉だけ回収。これまた転がってくるんじゃないの。どうだったかな。これはこんな、うん、違う敵が、違う敵じゃない、違うトラップが。ほい、おお、ゲコゲコちゃん。よいしょ、ダメです。あの距離はダメです。もう自分も巻き込む距離だったからね、今のは。危ない危ない。こういる。ところどころ忘れてるからちょっと注意をしないと。あ、もうここはもう、ここはまだ覚えてる。ここも場所によっては石が転がってくる。あ、変なやつ降りてきたな。近づく前に仕留める。この辺とか多分転がってくるでしょう。来た。ほら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 ね。もうこれは覚えてるね。よしよしよし。お、湧いてきたね。ほい、お、来た。あれ、こいつ出てきた、こんなところ。いやー、出てきたな、この突撃マンモス野郎。マンモスなのかイノシシなのかよくわからんが。ほい、
終わりです。よし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 。アーマーマックスだから取らなくていいか。お？おお、こいつも出てきたっけ。ほい。ほい。こいつもすごい綺麗になってる。あれ？倒れ方もちょっと変わってるな、これ。あのロボット。前はなんか横にコテンって倒れるだけだったんだけど、なんかすごい、ちょっと敵がいたからあんまりじっくり見れなかったけど、また降りてきたよ。わあ骸骨骨野郎が潰されたぞ。ご愁傷様だな。あー、やっぱ細かいところが変わってますな。いやはや、いやはや。あ、そうだ、ここで、そうだね、何か手に入れるんだったね。よくわからない球体。そして持ち上げて掲げる。古代エジプトのお宝が何かかな？はい、今回はかなり短いんですけども、ここで終了したいと思います。次回もご視聴よろしくお願いいたします。さよなら。